この動画に10秒以内に好評ができた人は空を飛べるでしょう。かかとと。どうも皆さんこんばんは、かかととでございます。皆様大変お待たせいたしました、ラテさんとのコラボ。はい、多分4チャンネルコラボ以来のコラボなんですけれども、あの4チャンネルコラボの中でも一番ワイマネを稼いでいたラテさんとついに直接対決ということでやっていくんですけれども、かかととコラボのワイマネ稼ぎ対決すると必ず負け会なんですよ。ごめん、必ずは思ったんだけど、ま、ほぼほぼ負け会ということで、今回かかととどうしてそんなに負けるのか考えに考えたところ、なんかいろんな制限してるから負けるんじゃないかということで、今回何も条件なしのワイマネ稼ぎ対決となっております。だからもうかかととフルでやれるということで、今回は勝ちに行きましょう。では行こう、かかとと。さあ、ということで始まりました、ラテさんとのコラボ対決。マジでね、今回負ける気しないんで。ずっと気になってたんだよね、かかととがなんか対決した相手の動画の方に、なんか絶対勝つとはみたいな感じのコメントがね結構あってね、いやもうこれはマジで勝ちに行かないとやばいなということで、ちょっと今回ガチらせていただいてるんですけれども、ラテさんはねそう簡単に倒せないと。いやすごい、相手として申し分ない。相手のね4チャンネルコラボで約1万マネーさつけられててね、1年ぐらい経ってやっとここまで来て、約1年越しのリベンジができるということで本当にありがたい。そしてね、一つだけ心配なのはね、ちょっとこのワイマネー稼ぎ方法をね最近やってなくってね、てかワイマネーがあんまり必要なくって、だからちょっと練習してからやっとけばよかった。なんかぶっつけ本番でやろうと思って、そっちの方が面白い動画撮れるかなと思ったんで。なんちゅうギャンブル撮影してんだろう。まあいいや、とりあえず今回じゃない本日のコメント読んでいきましょう。本日のコメントはこちら。今はもう Z が出ても嬉しくない、わかる。もう今 Z 輝きないもん、もうトリプル Z とかダブル Z にも輝き持ってかれてね、なんか Z 微妙な立ち位置にいるよね。結構かかととの場合ね、なんか Z 世代ねあんまりねガチでやってなくってね、あんまり強いキャラクターがいない問題。また育ててなんか強いってなんかやるか、乞うご期待。だけでもう間もなくね、ヌラリヒョンとヤマタン揃うはずなんで、ちょっと最後の準備していこうと思います。てか珍しくない、かかととがさ、なんか1回のワイマネー稼ぎをさ、もう何もカットもせず早送りもせず動画にするの。今日話したいことが、てか話したい気分、そして結構いい感じの比率で膨らんだな。なんかもうちょっと今このヤマタンみんな固寄るかなと思ってたけど、ヤマタンがいい感じの比率で膨らんでくれた。では早速フィーバーに突入しようと思います。では行きます。間違えました、フィーバー入らんかったんだけど、もう入ると同じやん。まあいいや、使っていきます。まあ、ちょっとの遅れだから、まあ、そんなに影響ないかなと思う。そして初っ端はまあいい感じのスタートなんじゃないでしょうか。ちょっと山段が多いかなって思うぐらい。もうかかとと今回ガチでやらせていただいているので、失敗はしたくない。でもいい感じに、結構いい感じに進んでる。このままいいぞいいぞいいぞ。ちょっとヤマタン今消えすぎたのはあるけど、帰国冒険使ってヤマタン使って、多分いける。よし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 、オッケー、溜まったの今の、いい、ナイスすぎる。このまま、いい、悪くない。ちょっとヌラリヒョン多いかなと思うが、さあここまではいい感じの順調さよ。あって溜まらないのか、ちょっともったいないな。もったいないけど、まあ、仕方がない。これぐらいのミスは許してくれ。そしてちょっと打つのがむずいか。うまくね、うまくね、なんか久しぶりにしてはうまい気がする。さあこのまま順調にいってほしい。ラテさんにしっかりリベンジ果たしたいから。いいぞ、悪くないけど今ヤマタン使うべきだったな。ちょくちょくミスるとこあるけど、あ、でもまあ、よき。今、結果結構良かった。さあさあさあ、このまま。いいぞ、うまい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 。ちょっとボーナス様多いけど。ちょっと後で消すか。オッケー、いい感じに黙ってる。このまま、ヤマタンが降ってきて、ヤマタンじゃない。ごめん、ヤマトンじゃない。ヤマタンって言ったら、ヤマタンしか降ってこねえ。ヤマトンってなんだろう。ただ、ここでヌラリヒョンがいなくなったけど降ってきた。ナイスすぎる。これがラストかな。降ってきた、降ってきた、全然ヤマタン降ってきた。
でもこの中ちょっときついかな。あー最後一発打ちたかったけど、まあ悪くない結果ないんじゃないでしょうか。さあ果たして一体いくら手に入れれたのでしょうか。13,689。